はい、皆さんこんにちは、ワネリグルビジです。では今回は帝徳の決断法バブヒート棒の岬を機械戦ヤマトドッグをリベンジ。今回はね、もうリベンジを期して、臨みたいと思います。まず投入する艦隊第一艦隊、こちらは戦艦ヤマト以下矢作駆逐艦8隻からなる第一艦隊、さらにいつもの第三艦隊第四艦隊ということでね、ちょっと毎度毎度で申し訳ないんですが、これらの艦隊を投入して、いきたいと思います。投入する海域も同じですね。ただちょっと今回はね、ヤマトをどのタイミングで持っていくかっていうのはね、ちょっと思案を一度しておきたいかなと思ってます。ヤマトがね、粘れるときは本当に粘るんですよ。で、逆に粘れないときはヤマト一瞬にして沈むので、まあ、その、バランスというか、粘ってくれるのを信じて、ヤマトを早めに、特攻させるっていうのを、まあ、すると、敵基地への火力がかなり増えるので、やっぱりそれはすごく魅力なんですよね。なので、まあ、ちょっとそういう観点で早めにヤマトを、投入するっていう動きをね、ちょっと考えておきたいかなというふうにも思ってはいます。では時間を進めていきます。12時ぐらいまではね、一旦、おっと、敵艦隊に発見されたか。発見はされてないだろう。うわ、敵の直面が待ってるな。ファンガーヒル、ハンコック、パターン、もう一隻軽空母がどっかにいるパターンかな。このままただ敵に見つからずにやり過ごしたいかな。まずはとにかく偵察機を飛ばして、まずは敵の動きを確認していきます。敵の艦隊がここにいるな。正規空母バンガーヒル、 SX、それにハンコックで、ベアルン型の正規空母。これは多分正規空母じゃなさそうかな。誤認してますよね、きっと。これらの艦隊がいるわけだな。こっちにもね、艦隊いそうなんで、どっちの艦隊を先に潰すかも、よくよく考えておく必要がありそうですね。まあ、とにかく偵察機を飛ばして敵の動向をできるだけ正確に掴んでおきたいかなと思います。あとはね、雨待ちですね。雨待ち。まあ、このまま行けば、一旦、沖縄本島の左側、マップでいう左側から、全艦隊突入させていきましょう。ん？そうは言っても、こちらに向かってきている艦隊が二つあるな。いやー、厳しいな。とっても厳しい。まあ、まずは、敵の空母を正確に知りたいんだけどね。敵の位置をしっかり確認していきましょう。
さあ敵の空母に先制攻撃。では艦隊出撃させていきます。第一艦隊から敵のこの艦隊、ここに突貫をかけていきます。最大戦速で突貫。第2艦隊も最大戦速で突貫をかけます。第3艦隊も同じく最大戦速で入っていきましょう。であとは空母部隊ですね。空母もちょっと南に下げて航空攻撃ができる位置まで、下がりましょう。さあ敵も航空隊飛ばしてきてますね。ちょっと時間を止めます。目的は第一艦隊になっているようなので、第一艦隊の操船をしっかりやっていきます。まずは敵の爆撃機の攻撃をかわしたいけど、だはすでに魚雷で3隻の駆逐艦がやられている。さあ第1艦隊ですね。第1艦隊が敵の艦隊に突入をかけていきます。第2艦隊も突入をかける。ここで敵の艦隊の位置を確認します。さらにどうだ、空母からの攻撃対応を発艦させましょう。敵空母、目的は敵の空母。敵の空母の息の根を止める。で第一艦隊はこのまま突撃していきます。第二艦隊の方は砲撃を敵の空母に照準を絞っていきましょう。敵の空母を仕留める。さあ敵の空母を逃がすなよ。見ている。よし、敵の空母に味方の航空攻撃がはまってるね。正規空母ハンガーヒル、これの甲板を大破させてますと。まずはいいかな、順調に来てるね。了解。第一艦隊がちょっとうまくはまってないかな今回ね。第一艦隊が、ただ第一艦隊はこのまま敵の空母部隊を追っていきます。でさらに第三艦隊の方は戦艦の火力を生かして敵の空母の壊滅を狙っていきましょう。了解。で空母の方は機関攻撃機が帰還してきたら再び攻撃隊を発艦させていきます。了解。戦艦はどの戦艦、どの戦艦かの情報が欲しいな。了解。第3艦隊は攻撃隊がまだ出れないか、戻ってないね。了解。で空母の方は、おお、敵の艦隊に発見されたな、ちょっと心配だな。そしたら、ばらけさせましょう、予定通り。
同じところにいるとね、3隻の空母が同時に撃破されるという、まあ、悲惨な目に遭うことが目に見えているので、ちょっとそうならないようにね、気をつけていきたいと思います。第三艦隊の航空機はまさか壊滅したのか、なんかそんな感じがするね。マジか。壊滅が早いな。思ったより全然。了解。戦艦春菜が撃沈されてますね。さあ、航空隊は、第2波攻撃、第3波攻撃と、攻撃を繰り返していきます。アンガイルはもう置いといていいかな。そうなるとね。次の標的を狙っていきましょう。次の空母。ちょっと空母に逃げられそうな空母を追う形になってきているので、なんとか空母のね、横につけて魚雷を撃っていきたいんですよね、今は。よし、敵空母撃沈の報告が入ってきてる。このまま、このまま。さらに、敵の空母に魚雷をぶち込んでいきましょう。了解。撃て。そうだね。航空戦艦の方はもう完全に失ってますね。航空機、航空戦力を。まあ、残念ながら。了解。しょうがないよ。14艦の撃沈は、しょうがない。了解。さあ、団子になってるので、ここに魚雷をガシガシぶち込もう。これでもかと、いうほどに魚雷をここにぶち込んで、これらの艦隊の息の根を止めにかかります。これがハマれば、あるぞ。ジャイアントキリング。まず敵の空母状態見ましょう。ワスプ、さらにエンタープライズ、これ甲板大破。ランドルも甲板大破。軽空母。まあ、護衛空母になるのかな。レロウッド。あとは正規空母、ベニントン。このあたりがまだ健在なので、標的をこれらの艦に絞りましょう。集中的に狙っていきます。了解。撃て。了解。了解。で、第三艦隊は、ちょっと厳しい状態が続いているものの、敵のね、こちらの艦隊に向かっていきます。いやー、艦隊戦力が足りないな、本当に。もう一個艦隊あれば、本当にそう思いますね。第三艦隊はこのまま行こう。いや、雨が本当に最近全然降らないんだよね。雨さえ降ってくれればっていう展開結構あるんですけどね。
第一艦隊は壊滅。では敵の航空基地攻撃に移りましょう。よし、敵の空母をジャーコージャーコー沈めてる。では、空母をね、それぞれ別の場所に派遣するという当初の作戦をここでいよいよ発動していきましょう。これによって仮に空母が狙われたとしても、3隻同時にね、空母を喪失するっていうことがないように、しましょうねという作戦の一環ですね。第三艦隊もだいぶ傷ついちゃってるな。さあ、見えていた敵の空母は一通り撃沈が完了した形になりますね。本当に雨が降らない。雨が降ればね、ちょっとだいぶ流れ変わんじゃないかなって、そう思うんですけどね。本当にね、残念なことに雨が全く降ってくれないので。戦艦2世が大破ですね。撃て！了解！了解！さあ、あとは雨が降ってね、来てくれると信じましょう。ヤマトが単艦運用になってるのがちょっと心配かな。いや、今回もね、雨さえ降ってくれれば、本当に、まだまだ分かんない展開だと思うんですけど、このまま雨が降らないとね、敵の航空機の攻撃に地味に、まあ、さらされてしまうと、いうことになるので、ちょっとそこだけ要注意かな。何？ヤマトが、敵の戦艦と撃ち合ってる。あんまり嬉しくない状態だな。
ここで敵の新手がやってきたわけだな。雨が降ってくれないとちょっとしんどいかな。ここの空母部隊、無傷だもんね、セックス・ハンコック。ほぼ無傷。ただここは、夜のうちに敵の空母を沈めておかなきゃいけないので、せめて無効化しましょう。敵の空母を。うわ、ヤマトが捕まってる。ヤマトの単艦運用、これがあるからな。ヤマトが大破。環境やられてるね。敵戦艦撃沈。了解。やっぱ夜の間もね、航空機飛ばされると本当にしんどいよな。ヤマトがなんとか逃げおせてくれないといけないけど、9ノットになってるね、スピードが。ちょっとこれは救いに行きましょう、残存兵力で。了解。了解。よし、これででも敵の空母はほぼ全部使用不能にはしたよね。了解。了解。ヤマトと合流。ああ、ヤマトと合流したかったー。ああ、厳しいなー。雨本当に降らないですね、ここ最近。ただ敵の空母、ね、だいぶダメージ与えてますよね。まずは第一艦隊はね、まあ正規空母ホネット、あとはサンジャンシント、これを大破させています。第二艦隊からは空母はすべて撃沈。ワスプ、エンタープライズ、ランドルフ、ここまで正規空母ですね。これ3隻を撃沈。さらにインディペンデンス護衛空母、これを撃沈してます。さらに第三艦隊からエセックス、これ大破。バンガヒル、正規空母、これを撃沈。ハンコックは中破。護衛空母、バターンは、大破ということで、敵の航空戦力はほぼ潰しきっていたので、あとは雨でしたよね。雨。雨が降ってくれるタイミングが来ればね、きっとちょっと変わったんじゃないのかな、というふうに思います。もう前半戦で雨が降ってれば、クリアできた可能性、十分にあったかなと思うんで、もう本当に雨との戦いですね。もういい加減にしろというコメントもいただいてるんですけども、もうちょっと今回はね、もう意地でもクリアするまでちょっとやってやろうと思ってますんで、すいませんけど、お付き合いをいただければ嬉しいなというふうに思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。